はい。イワピアラブです。台風11号は、米軍が X バンドレーダーで誘導化ということをお伝えしていきたいと思います。えー、今現在ね、イルミナティが世界中で人口削減を え、加速させております。えー、パキスタンでもね、まあ、ものすごい小泉が起きて、えー、人口削減というものが起きておりますし、えー、インドではね、まあ、すごい熱波が来ております。えー、そしてイタリアやスペインでは、えー、こちらは干ばつかなうん、干ばつになっていて、 水不足。ね。ダムが干上がっちゃうっていうようなことがなっていて。で、イタリアはね、もう今、配給制みたいになってるんですよ。うん。そして中国でもね、干ばつっていうのが起きております。うん。まあ、本当に世界中でね、人口削減がこう、えー、加速されているわけですよ。うん。そしてそんな中ね、 日本では台風11号ができて、それがまためちゃめちゃ強い勢力っていうことでね、うん、もうどん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 日本に向かってるんですけど、うん、それがね、またやってくるのが、えー、イルミナティの、ね、象徴的な数字、6、ね、6日にやってくるんですよ。うん。だ結構ね、これね、 えー、これもイルミナティが仕組んでいるっていう可能性が高いですね。うん、で、まあ、誘導に関してはね、先ほども言ったんですが、えー、米軍の X バンドレーダーで誘導しているのではないかっていうことですね、うんえー。ご視聴いただきありがとうございました。